私は誰だ。ミノ、ミクかな。四つ葉、ミノです。お、ちょっと触るの禁止。つーか触るな。ミノだ。残念、ミクでした。なぜ裏返ってる。ないわね。鍵を持ってなかったのか。この悪ガキめっちゃタイプかも。誰これ。俺なんだが。やべ、怒られる。なんだ、本当にすまない。やけにしおらしいな。掴んでろ。な、何よ。こんなところじゃ拉致が開かない。ひとまず予約した店まで案内してくれ。あんたなんかお呼びじゃないわよ。はいはい、行くぞ。なんでご飯焦がしてんのよ。やったことねえんだから誰だってこうなるんだよ。じゃあ私たちだけでやってみるから、カレーの様子見てて。ピアス開けてくれたら返してあげてもいいわ。はあ？返してほしいんでしょ。やりなさいよ。いや、自分でやれよ。いやよ、怖いわ。じゃあなんで開けんだよ。何してんの、そこじゃないって。その上の棚だって。 あれ、確かこの棚に。今向き合える状況じゃない。限界だ。ニノ、俺は諦めないぞ。祭りの日一度は付き合ってくれただろ。え、考え直してくれないか。なんならお前の家でもいいんだぞ。あと一回だけ、一回だけでいいから。お前の知らないことをたくさん教えてやるよ、ニノ。必ず満足させてやる。おお、分かってくれた。あんたね、誤解されるでしょうか。そっか、金太郎くんって言うんだ。まあ早く出てきてくれ、いつき。出ないと。そうか、いいだろう。お前への日頃の鬱憤を晴らす絶好の機会だ。行くぞ。ごめんごめん、五つ子ジョークだよ。いちか、髪の分け目が逆。 あと五つ子、もっと寝ぼけた目をして。この毛邪魔だな。私で遊ばないでください。生徒手帳は5 4 3 2 1 0で開けますからね。ふざけないでよ。あった。いつき、何開けてんだよ。前に私の裸を見たんだから、これでおあいこでしょ。あんたといつきの様子が変だったから来てみたら、半加点を取ればクビね。いいこと聞いちゃった。ああ、お酒飲みて。え、未成年だけど、お酒飲みて法律を犯して。どうだ、幻滅しただろう。ワイルドで素敵。逆効果。
5人で花火見るんだろ。あの北斗七星の星間を5倍にした先が北極星、つまり北だ。これで方角を割り出せる。へえ、物知り。頭のいい人って憧れちゃうな。嘘つく。ニノ、一緒に入るのが嫌だなんて心外だぜ。あ、俺とお前はすでに経験済みだろ。ニノ、違う、こら。ああ、かすり傷だろ。ほっとけば。そんなわけにいかないわ。うちにもすぐ怪我して帰ってくる子がいてさ。うん、これでよし。調子狂うな。何よ、悪い？私はただニノ、わかるぞその気持ち。俺にも妹がいてな。そうよ、私悪くないよね。バカみたい。なんで私が落ち込まなきゃいけないの。しかし見つからないな。やっぱりもう帰ったんじゃないのか。どうした。ごめん、ちょっと動けないかも。怖いから手握って。は？ニノは教えてくれないのか。当たり前よ。仕方ない。ではお前抜きで話すとしよう。俺と4人で内緒の話をな。書くものをよこしなさい。ボサッとしてないで、あんたも電話。あ、そうか。ダメだ、この携帯使えねえ。使えないのはあんたよ。助かった。こちらこそありがとう。この時俺はまだ理解していなかった。誰？君、イツキを置いてどっか行っちゃったらしいじゃない。この子半べそだったわよ。ニノ、そのことは内緒って。わ、悪い。あんたに一言言わなきゃ気が済まないわ。お、つ、か、れ。紛らわしい。言っとくけど、私は裸を見られたんだから。見られて減るようなもんじゃない。あんたはそうでも私は違うの。同じような体でしょ。今は争ってる場合じゃん。いつきは黙ってて。てか、あんたもその写真消しなさいよ。生徒手帳を返せ。違う、俺は取りに来ただけだ。取る？私の裸を？この変態！誓う！盗撮だ！そっちの取るじゃねえ！あんたら、いつからそんなに仲良くなったわけ？こういう冴えない顔の男が好みだったの？こいつ今ひどいこと言った。ニノは面食いだから。お前も地味にひどいな。日本で最初に花火を見たのは徳川家康という説があるんだ。起源は中国だが、ヨーロッパを経て種子島に鉄砲と共に伝わり。全然つまんない。何が悲しくてあんたと二人で花火見ないといけないのよ。お前が悪いんだろ。金太郎くん、私と踊ってくれませんか？待ってるから。ここで待ってろ。俺がみんなを連れてくる。お前と二人っきりも嫌だしな。
元気出せよ。一番元気のないあんたが言うなっての。少しは自分の心配しなさいよ。信じていいのよね。ああ、ムカつく。ああ、林間学校がいつまでも続けばいいのに。ご機嫌だな。いいことでもあったか。教えない。やっぱ決めた。私はあんたを認めない。たとえそれであの子たちに嫌われようとも。この絆創膏、もしかして金太郎くん？金太郎くんでしょ。え、違いますよ。何ですかその変な名前。嘘。だってこれ君にしかあげてないもん。まずい、どうする。俺には道がない。ん？バイバーイ。ん？